べえぞこの補正は。もうあれをするしかねえじゃっかよ。これだよ。あたた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 た。あは。これはね、ミラティブやってる万次郎さんをリスペクトしてんだ俺は。そうだよ、コンバートボクシングの時間だ。行くぜ。オッケー。何だ、何と全力で俺は殴り合いがしたい。あふぅ、オーラを引けよ、オーラを引けよ。もう俺はゴーラとオーラを間違えることはない。あいつは解雇した。すぐ来るもん、オーラ呼ぶとすぐゴーラ来るもん。ああ。思いを、願いを。きつくないこれ、きつくないこれ、どうしようかな。いや、きついが行くしかないよなこれ。結局さ、これしかないのよな。もう相手がね、2回繋いでこようと俺もね、 X で攻めねえと飛ばせねえんだよ。そいつもこいつも気が狂ってやがるぜ。このままじゃアステールが発動しねえ。なんでだよ、なんでアステール発動圏内まで削ってくんねえんだよ。うわ。俺の喉が破壊されちまう。だがそれでもなんでソーリアンなんだよ、なんでだよ。おかしいよこれ。ソーリア発動しちゃうかなこれ。いや発動させない、削らない。ここは半分いってないでしょこれ。オッケー。こいつは50パー以下だからね、一旦これで芋らせていただく。ここはね3枚返しが残っちゃうけど仕方ないんで、オーラープロキオンだ。どうしようこれ。ビラで一回イモられるとかいうしょうもないムーブをかわされる可能性もゼロではないんで、ここはね一回投げるわ。オーラ引けよ。なんでオーラ来ないんだよ、いつまでたってもオーラが来ない。相手だけオーラ引いてさ、俺にオーラが来ないってどういうことやねんって。あマジで頭いかれてんだ俺。いやこれね、アステールに当てれないと思うぜ、ね、相手目線。だよなだよなだよな、ま、これ8000も食らうの3枚返しで。はぁ、8000も食らうのこれ。え、ちょ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 、カードだなこれ、カードしかねえ。ほら、頼むよ本当に、なんで引けねえんだよ。オーラも何もかも聞こえるか、力のおかしいだろうが。何かよ、また何かよ。オーラを引け。あ、出た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 、初手で投げれないブラザーズじゃねえか、ハンジとリフィエル。お前ら先輩だぞ。やだー。俺の喉が破壊されているが、そんなのは気にしねえ。喉なんから枯らしてなんぼよ。あはー、来いよ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 、ギアを上げていこうぜ一緒に。さあどこに投げる。お前ピラトかな、そんなしょうもねえコマ投げんなや。なんだよこいつ。だが俺にはベントがいる、俺にはベントがいる。これは難しい、これはめちゃくちゃ難しいが、コンバートは囲うしかないんですよこれ。囲うしかないの、もうこれしかねえ、手段がねえんだ。来いよ、殴って来いよ。オーラを引け。なんでソーリアンなんだよ、なんでだよお前。
いや、だが俺はカードから行く。なんでソーリアやねん。聞いてない、聞いてない、ソーリアは聞いてない。だよな、だよ、お前なんでそんなデバフいっぱい入れてんだよ。どいつもこいつも狂ってやがるぜ。お前らさ、なんで、うん、俺の喉が破壊されてんだよ。うわー、削れねえ。ダブルデバフは反則なんじゃねえの。おいおい、やってんなこいつら。いつになったら俺にオーラが来るんだよ。エスゴマが来たぜ。うわー、行ってこいや。ほら、心配しないでほら、ちょっと強い魔法使う。金マラのコンボが怖い。 1.2 倍でも飛ぶ。怖い、めちゃめちゃ怖い。お前それ釣りって本当に俺の体力持たねえんだよ。一旦濁されて終わっちまう、終わっちまうよ。うわあ、とはエスゴマを引かねえとどうしようもねえ。相手はね、伸ばす、一旦飛ばなければ飛ぶんだよな。どいつもこいつもバーベター。ミムサニアだ。今日の殴り補正でなぜミムサニアを選ぶ。お前の甘えが全面に出ている。うわ、俺はオーラを引いた。つまりは何をするかっていうとな、ここで X 打ちをかますんだよ。よろしくお願い。ほら、俺は世界一勝ちに執着している。逃げるか、加工か、逃げるか。逃げたところでな、俺は追うぞ、追うぞ。逃げたところで追うんだよ。これで形ができた。さあ囲ってこい、囲ってこいよ。ミブサニアのコンボは発動しない。囲って、なんでだよ、なんでそんなしょうもねえことするんだよ。ユリウスは弱すぎるぜ。このままじゃ勝てねえ、勝てねえ。このままじゃ俺に最強の力をよこせ、オセロニアの神よ。頼む、ここでしか俺の力は発揮できねえんだよ。助けてくれ。うわあ、乱竜だ、間違えた、乱竜王だな。じゃあこちら、じゃあこれでいいだろう。わはパワーが足りねえ。相手はあと2敵圏内かもしんないしな、このままじゃ。だよな、だよな、だよな、しょうもねえ、しょうもねえぞ。いてえ。こうなればお互い腹を、なんでハッチやねん。お前じゃねえんだよな。だけどこっちだな、積み重ねが大事だ。どうせピラとか意味不明なコマ来るんだから、助けてよバハムート、バハムート、助けてバハムート、俺に力を貸してくれ。絶対にピラが来るんだ、助けてよバハムート、バハムー、助けて、ブロキオー。エヴァか、エヴァで飛ぶのかこれ。だが俺にはオーラがある。いけ、絶対に飛ばしてこいよ。ほら、気持ちいい、来たぜ来たぜ、俺の因縁の神ちゃんだ。
あとはオーラを引くだけだ。あとはオーラを引くだけ。やべえ、喉がイカれてやがる。でも俺は絶対に力を緩めねえ。たとえこの喉が破壊されようとも、俺は神タウを殴り倒してみせるぜ。やべえ、マジで喉がやられてやがる。知らねえぜ、こんなの関係ないんだ。ただ殴るのみ、そういうプレイングはない。お前めんどくさいことしやがんな。これ囲って角行ってなんとかなんのか。ならねえよな。いや、ならねえよな。ならねえんだよな。でもこっち行くしかねえか。相手がアタッカーあんまり握ってないこと祈ってやるしかねえわ。お前デバフは芸がない。デバフは芸がない。マジで芸がない。まあフルリクルで取るでしょう。まあそれならいい、全然いい。だったら俺角から行く。コンバートでこんな殴り方するのは非常に不服ではあるが、それでも俺はこっちから行かせていただく。なはー、これアステルからだったかな。コンボ的にアステル発動しねえんじゃねえかな。これ絶対発動しない。なるほどね。やばいやばい。みんな一緒に踊ろう。だったらね、これもう無視して殴ってくるな絶対。こうだな、こうだな。オーラ引いたから来いよ。やるしかねえよ俺は。相手は2回コンボ使えるけど、それで俺の体力2枚1000が削り切れるのか。 S2 連打とかだった。あ、だったら大丈夫。クラリーチェグライダーになったらなる。これ7000ぐらいでしょう。もっと出た。やべえ、伝説に刻まれし力。やべえけど、まずはアステール。これでね、相手のファンも消せるんだ。あとはお前は2枚返ししか残されていない。つまり俺の勝ちが確定すんだぜ。飛ばねえよな、飛ばねえよな。あはー、うわ気持ちいい気持ちいい。神タウンを滅ぼせる日が来たぜ。行くぜバハムート、正義のバハムートエクスプロージョン。あキッポッチ、私の責任だ。来たぜ来たぜ、最高のボクシングをさせてくれるんだよな。なあてめえね、わー出たよこの初手に打てないブラザーズ。いやシスターズ、初手に打てないシスターズ。こいつらお前らなんでだよ。ただ相手はオーラ引いてない、相手はオーラ引いてないから、まあこれはハンデだよ。ハンデ、これはハンデだ。仕方がない。本当はね、相手伸ばしそうだな、なんか。伸ばしてくると、あー、なんでオーラ引いてんだ、お前。おい、なんでオーラ引いてんだよ、お前。おい、それは許されねえぞ。だが俺はもう投げるぜ、プロキオン。行ってこいや、プロキオン。正義のプロキオン、バズが気持ちいい。俺に資格はない、俺が最善だ。あとは俺はオーラ引いてるんでね、どんどん S を引いていくだけだ。簡単なゲームよ、簡単なんだよこれは。ここまで来たらね、コンバートにおいて一番最善の動きはこっちだな。ここだ、ここに置く。でもしも仮に相手が万が一プロキンを取るようなことがあれば俺の勝ちだ。多分相手パラサゴに当ててくるはず。あ、それをするってことはな、次の俺のコンボ無条件で。なんでだよ。いや、だったらまだこっちの方が火力出るし、こっちの方がいいな。無条件で受けるってことなんだぞ俺のコンボをな。ほら、ちょっと不安だぜこれ。なんでだよ。
なんで発動しねえんだよ。発動はするか。おい、バフじゃねえのかよ、ささやきじゃねえのかよ、ギュリウス。お前、せっかくレギュラーに入れてやったのに、なんてことしてくれんだ。だが俺には三枚返しがある。つまりどういうことか、お分かりいただけるだろうか。そう、俺の勝ちってことなんだよ。行ってこいよ三枚返し。あ、両、うわー、飛ばねー。俺の勝ちってことなんだよとか言ってね、ほざいた割に飛んでねえじゃねえかよ。だがもう手遅れだ。ここまで削ったら何投げてきても飛ばせんだよな。またコンボ確定だしな。大丈夫、耐える、耐えるぞ、絶対に耐える。うわー、来い、俺に回してー。うわー、ユエファか。まあいい、これはマサイクルだが俺の勝ちだ。これが真のボクシング。うわー、うわー、私はうわー、ミブスニア、最後にこいつを滅ぼして俺はこの戦いを終わらせる。本当はもっとボクシングしてんですけど、トドが限界を迎えました。もう声を聞いてくれたらわかると思うんだけど、こんな声になっちゃった。やばいよ、どうしよう。トドがやられた。お前らのせいだ。お前らが俺の喉を告知させるから、喉がおかしくなっちまった。やべ、ピナ来たら終わる、ピナ来たら終わる、ピナ来たら終わるから。そうだな、仕方ない、仕方ない、これは仕方ない。バハムート取っとかねえと、ピナ来たら終わる、終わる、ピナ一枚で終わる。オッケー、だったらブロキオンを合わせてやる。お前ら分かってんだろうな、何のために入れてやってるかな。ブロキオン合わせてやる、ブロキオン合わせてやる。エヴァか、まあいい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 、全然いい。で次ね、ピナとかね、あのエミレムとかね、キンマモンとか、その手の類の子も絶対投げるんだこいつは。分かる、俺には分かる、長年コンバットやってる俺には分かる。イブサニアは絶対にここでカットを投げる、間違いない。意識か、それは甘えなんじゃねえの。だったら、おい、プロキオン、お前の役目だよ。なんでユリウスやねん。バハムート投げるしかねえやん、こんな。こんなんバハムート投げなきゃダメやん、こんな。なんでだよ。お前、ここでピナ来んだよな、絶対。そしたら俺さ、もう、もう、すかしようがないやん。分かってんだけどバハ投げるしかないけど、ユリウスじゃちょっと弱すぎる。だったら殴ろう、来い、ブロキオン、ブロキオン、助けてブロキオン、ブロキオン、分かってんだろうな、ブロキオン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 、うわー、リフィエルだ。でもリフィエルでも1万ぐらいなら軽く飛ばせんだろう。行ってこいや、リフィエル。うわー、飛ばねー。俺の喉が限界を迎えている。助けてくれ、誰か、誰か助けて。止まれ、止まれ、絶対止ま、絶対止ま、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 どんな頑張っても止ま。オッケー、だったらユリウス、とどめはお前に任せたぜ。俺の気合で相手の通信も落としていく。やばい、俺の喉が限界を迎えている。いけー、飛ばせー。最強だぜボクシング。はい、本当はね、もっとね、ボクシング、めちゃくちゃボクシングしたいんですけど、俺のね、喉がね、限界を迎えた。もうね、高い音が出ないんですよ。こんな感じになっちゃうんですよ、高い声出そうと思うと。もうね、やれすぎた、叫びすぎた。ってなわけで、しばらくはね、喉をちょっと休めながら動画を撮ろうかなと
思います。なんかね最近ほんと喉の調子が悪くてね、この前も喉痛くて休んだんですけど、最近龍角散でごまかしてますけど、ダメだな、あれの舐めても全然効かないんでね。とりあえずしばらくはちょっとあんまり喉を酷使 しすぎないように動画を撮りたいと思います。回復したらね超発狂の動画を撮ろうと思いますんで、よろしくお願いします。あーただ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 あはー死ぬ。じゃあお前ら最後にチャンネル登録